と、そろそろ抽選の時間か。さて、今日もがっつり期待値積むか。レシオタイム。俺の名前は高梨正人、40歳で独身、その上実家暮らしの冴えないおっさんだ。お疲れ様です。この約20年間毎日ひたすら工場と実家を往復、やりたい仕事でもない単純作業も思考停止で繰り返す日々に虚しさを感じながら生きている。そんな俺に唯一活力を与えてくれる存在、それが、おおおお、今日は結構人多いな。これパチンコである。さて、じゃあ寝台でも打つか。仕事終わりと休日はほぼ毎回こうしてパチンコ屋に直行している。何せこれほど熱中できる趣味は他にない。毎日同じ台に座っても毎回違う展開になるのがパチンコだ。変化に乏しい日々を送っている俺にとってはうってつけの存在と言える。1000円で14回転、寝台だからもう少し回してくれると思ったけど渋いな。もっとも毎回違う展開になると言っても結局負けることには変わりない。当たり前だが、パチンコ屋は基本的にお店側が儲かるようにできている。我々が客である以上、運よく一時的に勝つことはあっても長く打てば打つほど負けという未来からは逃れられないのだ。唯一その未来から逃れる手段があるとすれば、それはボーダー以上に回る台を打ち続けることなのだが、そんな台がこんなど田舎のホールに存在するわけもなく、まあ他に打つ台もないし、今日はこれで勝負するか。俺は負けると分かっていても一時的な現実逃避のためにボーダー以下の台を打つしかないのであった。そんなある日のこと。うわ、なんだあの店、めっちゃ並んでる。親戚の家に用事があって珍しく遠出をしていた俺は、その帰り道にパチンコ屋に並ぶ長蛇の列を見かけた。リニューアルオープン、へえ、今日は18時オープンなのか。並びはざっと見ても100人以上。普段行っているお店でこんなに並んでいるのは見たことがない。せいぜい10人がいいところだ。ま、たまには違う店で打ってみるのもいいか。ちょうど時間的にもオープン間近だったということもあり、俺はそのお店で打っていくことに決めたのだが、おお、なんだこのへそ。台に着席してすぐに俺は衝撃を受けた。普段見ている釘とは全然違う。へその広さがざっと 1.5 倍はあるぞ。こんな綺麗に8の字に広がってる釘があるのか。リニューアルオープンって初めて来たけどすごいんだな。とはいえもちろん実際に回らなければ意味はない。いくらへそが空いていても左の寄せを殺されていれば回転数は上がらない。バスケで言えばへそはゴールであり、寄せはディフェンスの数だ。ゴールがどれだけ広くてもガチガチにディフェンスされてしまえばボールはゴールに届かない。しかし1000円で24回、ボーダープラス6回転はあるじゃん。マジかよ。この台に関して言えばそのディフェンスもガバガバだった。もう全員ベンチに下がって寝ているレベルの快適さである。よし、このまま閉店まで打とう。閉店後、やった、4万円も勝っちまった。結局その日の俺は久々に快勝。回転数のみならず初当たりの引きにも恵まれ、満足のいく結果を得ることができた。今日みたいにボーダー以上の台がずっと打てればな、勝ち続けることもできるんだが。ボーダー、パチンコにはそれぞれのスペックに応じて1000円あたりこれくらい回ったら勝てるよという回転数が存在し、それをボーダーと呼ぶ。パチンコのシステムっていうのは思いのほか単純だ。台によって演出やら何やらの違いはあるものの、結局は319分の1の当たりを引けるかどうかの勝負。ならば当然1000円でより多くの抽選を受けられる方がいい。それがボーダー理論と言われるもの。よく1000円でいくら回ったところで当たらなければどうということはないと赤い彗星みたいなことを言う人がいるが、それは違う。極端な話、1000円で1回も回らない台では絶対に勝てないし、1000円で1000回回る台があったらほぼ勝てる。回転数は絶対的に多い方が有利なのは間違いないのだ。よし、こうなったら明日からちょっといろいろなお店見て回ってみようかな。リニューアルオープンだったとはいえ、今日は今まで存在しないと思っていたボーダー以上に回る台と出会うことができたんだ。
ならば今回は多少遠出してでも探してみる価値はあるかもしれない。そう思い立ってからの俺は自分でも驚くほどの行動力を発揮した。まずは地元近くにあるお店を全部リサーチ。仕事終わりと休日を使って1店舗ずつ台の状況を見て回った。他にも車で行ける距離にあるパチンコ店のイベント情報は全て収集し、強めのイベントがある日は多少遠くてもそのお店で打つように心がけた。このお店はイベント日でもそんなに回らないから×だな。調べていくうちに少しずつ勝つための状況が整っていく。よし、狙い通りへそが空いてる。今日はここで勝負するか。状況が整えば良い台を打てる日も増えていく。日々仕事で誰かから言われた作業を漫然と繰り返していた俺にとって、自分の努力が直接結果に結びつくこの行為は熱中するほどの楽しさがあった。そしてその生活を続けて1年ほど経った頃、よし、今月も30万勝ちを達成できた。いつしかパチンコの収入は工場勤務でもらえる手取り額を超えるほどになっていた。これで2ヶ月連続で30万超えの勝ちか。正直今の状況だけ見れば仕事を辞めてもパチンコだけで生活が可能だ。しかし毎月必ず同じ給料がもらえる工場勤務と違い、パチンコの収入は月ごとに大きく変動する。いくら回る台を打っているとはいえ、ついてない月とついてる月の収入差は歴然だ。下手すれば今後マイナスに落ち込む月だって出てくるだろう。それでも決めた。会社辞めよう。俺はパチンコで生活することに決めた。どうせこのままずっと工場で目標もなく意味もなく働き続けても死んでいるのと変わらない。それなら生き死にが自分次第のパチンコの世界で戦って死んだ方がマシだ。何より全てが自己責任であることと引き換えに、そこには自由がある。長い間お世話になりました。決意を固めた俺は翌日すぐ会社に退職願いを提出した。そして出て行くのか。うん、今まで迷惑かけたな親父。住み慣れた実家を離れ都会で生活することにした。パチンコで稼いでいくのであれば店の選択肢が多い都会に拠点を移した方がいい。ただでさえ綱渡りの生活をするのだから、生き残るために妥協はできない。もっと言えば、仕事はどうした。都会で転職先を見つけてな。安心しろ、お金の心配はない。俺の決断に親父を巻き込みたくなかった。もし俺が勝てなくなった時に実家暮らしを続けていたら、少なからず親父に迷惑と心配をかけてしまうだろう。自己責任と引き換えに自由を得たのだから、親父を頼るわけにはいかなかった。分かった。何かあったらすぐ連絡しろよ、マサト。こうして俺は身の回りのものを全て切り捨て、よし、まずはいい店が多い地域を探すか。第二の人生、パチプロ生活を始めたのである。おっと、そろそろ抽選の時間か。さて、今日もがっつり期待値積むか。あれから4年、45歳になった俺は今もなんとかパチプロ生活を続けることができていた。今日は地方のパチンコ屋の月一イベント、都会での稼働をメインとしつつも、大きなイベントがあれば全国どこへでも車で駆けつけている。そういう生活をしていると定住する場所というのはむしろ邪魔で、俺は寝泊まりのほとんどを車で過ごすようになっていた。そもそも都会のアパート高すぎて借りられないしな。さらに言えば、定職のない人間が賃貸契約するのはそれだけで難しい。まあ今となっては車中泊にも随分慣れたから構わないのだけど。はい、じゃあ一回ボタンを押してください。ありがとうございます。再生率はこの後。終わった。店員の言葉を最後まで聞かないまま俺は車へと戻る。出てきた抽選番号は176。この店のイベントは何度か参加しているが、最低でも50番以内を引かなければ狙い台は取れない。しょうがない、後積もが期待できる。いつもの店まで戻るか。パチンコで勝ち続ける上で大事なのは、必要条件が整っていない時に容赦なく見切れるかどうか。せっかく抽選に並んだのにとか、ここまで2時間もかけてやってきたのにとか、そういう心理に惑わされないフットワークの軽さだ。ある意味これも定住する場所のない人間の強みの一つだろう。場所にこだわらず次の場所へ行けるからな。
さて、こっちに客付きはぼちぼちか。このお店もイベントはやっているが、競争率は高くない。その分打てる台もたかが知れているが、しっかり吟味をすればボーダープラス3までなら掘り当てることができる。お、メシゲリオンでこのへそか。打てそうだな。釘の見方にも随分慣れたとはいえ、正直パッと見で判断できる箇所は相変わらずへそぐらいだ。上から覗き込めば風車上の釘もなんとなくわかるが、上下に振っていたり左右に振っていたり、あるいは全体的に全て動かされていると細かい判断はしづらい。ましてや台の傾斜そのものを変えられていることも考えると、釘だけ見て1000円で何回転回るという判断はほぼ不可能と言える。しかしよく行くお店なら、このへそならこのくらい回るというのがだんだん体感で分かってくるようになるわけで。よし、やっぱ20は回りそうだな。これで粘るか。店によって打てる基準のへそサイズさえ把握していれば、細かい釘を見れなくても打つことは可能なのである。はあ、全然当たらないな。打ち始めて3時間以上、初当たりは1回取れたものの確変は入らず、投資は4万超え。正直かなり厳しい展開ではあるが、ふう、俺にとってはあまり関係がない。そりゃ負けたら多少へこむし、大きく勝てた時は嬉しいが、結局大事なのはトータルで勝ち続けられるかどうか。ボーダー以上の台を長く打てばそれだけ勝利に近づく。それが分かっているからこそ、たとえどんなに展開が悪くても回転数が足りているなら止めることはない。することはただ1回転でも多く回せるように努めるだけだ。今日は結局7万負け。ま、今月は序盤ができすぎていたくらいだから仕方ないな。今月の収支はこれでプラス44万。毎月収支は変動するものの、年間で平均すればだいたい月に35万程度は勝てている。一人で生活するには十分すぎる金額だ。一人で生きるにはな。あ、きっと俺はこうして孤独のまま死んでいくのだろう。そんな自分の将来に不安がないといえば嘘になるが、それも分かった上でこの世界に飛び込んでいるのだ。後悔はない。さて、稼働も終わったし飲みでも行くか。やっぱ大阪といったら串カツとたこ焼きだよな。パチプロ生活で一番幸せを感じるのがこの時間だ。全国いろいろなところを回っているからこそ、こうして様々なご当地グルメが楽しめる。今や俺の車の後部座席は一人で酒盛りするためだけに存在しているようなものだ。孤独で何者にも縛られないからこそできる娯楽だよな。やっぱパチプロ生活最高だ。そして酒を飲むと都合の悪いことは大体忘れてポジティブになれるのだ。やっぱアルコールって神だわ。そんな日々が続いたある日のこと。今日の抽選はさすがに勝ちたいな。並んでいるのはとあるお店の年一イベント。抽選30番以内を引ければほぼ勝ち確の超激アツの日。今月抽選負けすぎてあんまりいい台積もれてないからな。引きの悪い月はこれまでにも何度もあったが、今月は特にひどい。このまま行くとマイナス収支のまま月末を迎えてしまうかも。よし、15番よかった。この番号なら確実に狙いの島で打てる。例年通りならボーダープラス5回以上は固い。さて、あとは再生列まで車で休んで。お、電話。今の俺に連絡をしてくる人なんているわけ。もしもし。あ、すみません、高梨雅人さんのお電話ですか。そうですけど。私、ライスシード病院の者ですが、実はお父さんのことで。え、親父が倒れた。親父の年齢はすでに70を超えている。今は容体も安定して眠っているらしいが、再び状況が悪くならない保証はない。ここから地元までは高速に乗って2時間以上。当たり前だが、帰れば今日の稼働はもうできないだろう。そもそも俺が帰ったところで何かしてやれることもない。今日は見込み通り狙った台を取れている。1日打ち切れば期待収支7万円は固い。ずっと抽選負けしていた今月にようやく訪れたチャンスなんだ。だからこれを逃すわけには。お、最後キリンカットイン当たるかな。チッ、外れか。まあ前半弱かったから仕方ない。え、
おお、復活あたりだ。期待してなかっただけにこれは嬉しい。ああ、親父は死んだらもう会えないんだよな。そうだ、もしかしたら親父に会えるチャンスは今しかないのかもしれない。どんなに容体が安定していて今日死ぬことはないと言われていたとしても、万が一死んでしまったらそこに復活演出は絶対にない。わかってる。俺は自由と引き換えに孤独を選んだ。なら親父の死に目に会えないかもしれないという覚悟だってしてきたはずだ。これが俺の選んだ生き方。あの、あ、はい。いや、違う。この台あげます。上皿の玉も使っていいですから。え、ちょっと。そんなもの自由でも何でもないじゃないか。待ってろよ親父、今行くからな。稼働に縛られて、抽選に縛られて、勝つことに縛られて、自分の肉親の危機にすら駆けつけられないことの何が自由なんだ。親父、来たぞ。おお、なんだ、わざわざ来なくてもよかったのに。バカなこと言うな、来ないわけないだろ。久々に会った親父は随分と体が小さくなっていた。たった4年で人はここまで老け込むものなんだな。俺のことは気にしなくていい。もう年寄りなんだし、いつ死んだっておかしくないんだ。だけどよ。それよりもお前の今後だ。40年ずっと同じ場所にいたお前がようやく外の世界に飛び出していったってのに、俺のせいで元の場所に戻るなんてことがあっちゃならねえ。好きなことして生きろ。自分のしたいように生きたいように生きろ。そうしてくれんのが俺にとって一番幸せだ。親父、まあ、たまには連絡の一つぐらい汚してほしいけどな。わかってる。その日は夜遅くまで病院で親父と一緒に過ごした。彼が寝静まった頃、俺も久々に実家に帰って眠りについた。そしてそれが俺と親父が交わした最後の会話になった。まったく、天国までの連絡手段は知らないっての。親父はその日の翌朝にぽっくり亡くなっていた。あるいは最後に俺と話すために彼は最後の力を振り絞っていたのかもしれない。生きたいように生きろか。このまま俺はパチプロ生活を続けていていいんだろうか。この生活自体は嫌いじゃない。だけどどこか虚しくもある。って言っても今の俺にはこれしか進む道はないし。ん？演者募集？パチンコスロットに詳しい人、実践を通じて視聴者にパチンコの楽しさを伝えませんか？か、ああ、YouTube とかでよく見るもんな。パチンコ打ちながら台の解説したり立ち回りの解説したりする人、ああいうのをやるってことか。考えてみれば、今まで俺はパチンコを打つことで誰かのためになったことは一度もなかった。パチンコにどれだけ詳しくても、それは自分が勝つため以外に役に立つことはないと思っていた。だけど、こういう仕事なら、自分でも誰かの役に立てるかもしれない。1ヶ月後。お、赤保留。これは当たるかな。はい、もしもし。そうです。応募した高梨正人で。本当ですか？ ありがとうございます。お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。